おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうしたものか。人数が違うな。ちょっと少なすぎるんじゃないの。ちょっと人数が違うな。めちゃめちゃ少ねえ。なんか違うな。どうしようか。今日卒業する人来てないな。卒業する人が来てない。根本的に来てないっていう。どうしたものか。どうしようどうしよう。どうしますかね。何も考えてなかった。本当っすよ。もう MC いるもんだと思ってたから。卒業って言ってたから MC 決まってたんだけどな。今日誰だっけ卒業するの。じゅんさん。なんだっけ。知らないんですよ。後ろに全然に見えない見えない。後ろに書いてある。やっと誰か来た。誰か来た。誰か。ああ誰か来た。救いの手が。ああ。卒業の始まってる始まってる始まってる来た。おはようございます。来た来た。ちょナチュラルに直球してすいません。来たこんにちは。本日の MC のクルーズの潤です。お願いします。お願いします。とりあえず僕の卒業の配信ってことなんですけど。そうですね。3分ぐらい。3分遅刻してすいませんでした。あもう仕方ないですよ。仕方ない。あれ土下座しろって。土下座しろ。重い。卒業なのに土下座。罪は重いですね。そうですね。ナンバーファイブに先月ギリギリ入れたので卒業という形になりまして。おめでとうございます。ありがとうございます。やっとなんだかんだニコ生ももう3ヶ月くらいいたんでいい頃合いですね。後ろに、あ、後ろに背景が変わってる。紫まだ紫。どっち潜在だから。こっちこっちか。そうやな。やば、紫だった。そうですね、ちょっと一時期。じゃあまあ、今日は僕が MC させていただきますので。はい、お願いします。お願いします。さっき LINE に書いたんですけど、お題いきますか。お願いします。お題、お題出ない。出ない。何が、ああ、はい、そういうことですか。じゃあ、今日のお題は、はい、まあ、僕もまあ入りたてなんで、あれなんですけど、ナンバーに入るためにみんなどういう努力をしてるのかなっていうのを聞きたくて。難しい。難しい。そんな難しいあれじゃないんですよ。難しい。難しい質問。本当ですか。なんかありますか。なんかありますか。自分はこういうなんか人とはちょっと変わったことしてるかもみたいな。変わったこと、人と違うこと、なんだろう。え、ナンバー入った人から言うべきじゃないですか。先輩先輩、先輩入り方を教えてください。なんかもうなんだろう。なんかなんだろう、人と変わったのか分かんないですけど、例えば初回ついて僕はついていけなかった話とか。あ、なんかこの人がこういうの好きだけど全然話せなかったみたいな、うん、そういうのが出た時に、まあ、家で調べたり。おはようございます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 。来た。そうですね。だから家で調べてで次その話が出た時に対応できるようにみたいな、そういうのをしてたかもしれないですね。次につなげれるように。ひふみくん？ドイツの方？ないですか？あ、多分僕。ああ。僕ではないです。間違えた。見た感じ。全然プロレスラーじゃないですけど。全然違うよ。え、何の話でした？あ、ナンバーに入るにはですか？ナンバーに入るには。ああ。これから僕も維持していかなきゃいけないんで、みんなどういうなんか努力をしてるのかなみたいな。ああ、なるほど。
僕も今月初ナンバーだったんですけど、うん、何ですかね、ナンバーに入るには、寝ないこと、寝ないこと、あんまり寝ないこと、寝る時間を割くっすね。あ、そうですね、なん、うんうん、なんか寝なかったんですね、あんまり。今月は多分今まで本当にアホみたいに9時間ぐらいでしたんですけど、めっちゃ寝る。本当になんかそれはアホだなと思って、時間の使い方おかしいなと思って、うん、なんかもう、うん、3時間、6時間なんか人間の睡眠って3時間おきが一番いい睡眠時間らしくて、3、6、9が一番いいらしくて、で僕あの3時間寝てアラームかけて起きて LINE ブワー返して、うん、また寝てって言って6時間結構長いんですけど、3時間ごとに、あ、そうですね、3時間ごとに3時間寝てちょっと起きてまた3時間寝て、へえ、ちょっとそれやってみよう、起きるってみたいな感じのことやってます。すごいねそれ。じゃあ次は1時間だねって死んでしまうぞ、サイクルも何もないね。1時間ごとに LINE 来たら女の子いつ寝てるのって思われちゃう。確かに、確かに、ずっと仕事してんなって思う。なんかありますか、もし他にジュースさんどんなこと言ったんですか。僕はもうその初回とかでついていけなかった話題とかを、その営業後に全部もとかルーとか調べて、あ、っていうのを繰り返してやってますね。あ、ありますよね、ついていけない話題。全然あります。なんか、何か前ついていけなかったのが麻雀。あ、麻雀、ギャンブルの話をされて、ギャンブルは結構やんないんで、スロットとかもやんないんですよ、僕。あ、そうなんですね。マージャンと、あとマージャン、そうそう、やる人いないですか。そうですね、根本的に出てこないけど、結構アニメ見る方多い。多いかもしれない。アニメの話題も確かにそれは多い。あの、それからアニメ見始めたかも、ホスト始めてから。あ、マジっすか。そんなの多いから、あ、ビジュアル、そうだね、ビジュアルと、あ、VKそうですね、VKと実写のアニメとか、韓国とか、あ、韓流も結構流行ってるかもしれない、女の子たちの間では。そうだね、そういうの調べたりしてるかな。大事かもしれないですね。なんかさ、VK 調べるまでもなく、すごい、もう VK は、確かに VK なの。 VK はもう全然大丈夫、完璧ですね。全然アニメもちょいちょい見るかも大丈夫だし、全然そっちの話題はついていけない。全然ついていける、余裕ですね。むしろ自分から振るぐらいの、確かに VK の話題振るぐらいの感じですよね。これ知ってるみたいな感じで多分振るっすもん。そう、全然聞ける。もう自分からじゃなくて相手から言ってきそうだね。相手から絶対 VK 好きでしょみたいな感じで。相手から全然言ってくる。なんかヤバいの来たみたいな感じで見られるから絶対。もう見た目がザ・ザ・ザ・ V みたいな感じですもん。全然ね。そう、でも他の話も意外と聞けるから、エグザイルとかもいろいろ、あー、エグザイル聞くし、聞くけどね、送りは取れないな。エグザイル系統ではないからね。なるほどね、全然取れない、それは。確かに、ギャル系とか俺苦手かもな。あ、めっちゃ分かります。あ、僕本当に、そうですね、ちょっと気が強そうな、うん、偏見、すごい偏見。偏見じゃないですか、完全に。パッと見て、これちょっとやべえなって思った。ちょっとなんかそれが、そうですね、直さなきゃいけない。はい、なんか、あと苦手な人みたいなのいますか。ああ、そう、お客さんで苦手だなと思う人とかいます。苦手っていうか、もうちょっと、そう、自分じゃ取れないなみたいな。そう、関西…初回だけ関西…関西方面の方、関西人来る。あ、でも、お笑いに厳しそう。あの、喋り方に厳しそう。ああ、そうですね。確かに、それは言われてみればそうかもしれない。あんたはもんないわみたいな感じで、そんな関西の人に言われたらタジタジなんだけど俺らみたいな、なりますもんね。それだったら関西の人今呼んできますねみたいなのになりますよ。確かに、確かに関西弁は言葉強いな。怒って聞こえるってのあるかもしれない。圧倒されちゃうよちょっと。早い早い、ちょっと待てって感じになる。喋んの早すぎってなる。あと関西弁だったらもう面白いこと言わなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、まあ、すごい、それだけでプレッシャーになる。あ身構える、身構える。
完全にどうしようってなるっすね。でも逆に関西人得意かもしれないの俺。マジっすか。逆に、うん、なんか喋らせとけばいいなんて黙って聞いてちょい突っ込んどけばいいみたいな。相槌打って、うん、そうだね、話題出た話題についてずっと喋るから、それにちょこちょここう出していけばバカなんとかなるかな。塾長賞金はね、ちょっとあれだけど、なんかあれっすかね、広島の方が可愛く思えるんですよ。へぇ、なんで なんか方言があるじゃないですか。広島の方言、あ方言系は、え、どんな、え、な方言、何々県、あー、なんとかやっけん、そうそうそう、あーなんか、あー確かに確かに、じゃんけん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 言ってるやつ、ただゲーム好きだだけ。じゃんけんは違うから。あでも方言女子いいっすよね。あ確かに確かに確かに。うん、僕出身青森なんですけど。俺も一緒だ。一緒っすか。俺も青森。青森の上の方の日本語じゃない、日本語じゃないとこあるじゃないですか。青森の上の方の日本語じゃない。未半分じゃない。あそこら辺はちょっとあれつかも、ね、基本的に東北の名前ってあんま受けない。ああそうなんだ。下のあ南の方っすね。そうか、そう西の関西の方とか、うん、まあ確かにあっちは可愛いと思うんだけど、トーコビはズラが一番かっこいい。ズラズラどこどこのことは可愛いです。ありますよね。でもなんかコマさんなんつらズラなんとかズラコマとかコマさんだよね。コマさんそうね、東北イントネーション田舎っぽいからね。うんうんうん、なんだなんだ。どういうこと？静岡だ。静岡の。あ、そこ静岡の。あ、ズラ？え、言ってる？俺の方は静岡にいるよ。あれ？あれあれあれおかしい。一応聞いたことあるよ、ズラなんて。静岡そんな名前ないイメージあるんですけど、友達結構静岡にいるんですけど。おお。いるかな？神奈川なん、あ、じゃん。そうだね。あ、なんとかじゃんみたいな。なんとかべーだ。なんとかだべーとか。そうそう。ああ。行くべみたいな。うんうんうん。いますいます。確かに確かに。確かに。みんな標準。そうだね。標準語だね。え、どっから来てるんですか。静岡静岡？いや違う違う。あ違います。ほら青森ね。青森。結構マジっすか今。全然話聞いてない。右から左。いや全然聞いてないよ。バレた。全く話聞いてなかった。青森、青森、は三重県。三重。三重。鈴鹿サーキットあるとこやな。ああ、あるね。鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキット。バイク好きなんだ。あと長島スパーランド。え、知らない。全然わからない。え、遊園地ですか？遊園地です。遊園地です。聞いたことある。すげえジェットコースターみたいな。ああ、そうそうそう。あ、ホワイトサイクロンっていう。全然わからない。全然わからない。長島でスパーランド。長島でバレる。どういうこと？かき回す？かき回すのことをかんますっていう。かき回すってまず使わなくない？使わない。かき回すってことをあんまり使ったことない。どこの言葉？静岡かな。そうなんだ。かき回す？かき回す？使ったことないから。格闘技はいつから始めたんですか？絶対この格闘技。絶対僕じゃない。いつから始めた？格闘技やってたの？まあそうですね、中学校の時に野球部プラスその柔道をボランティアでやっとって。そうですね。でそこから父さんがちょっとプロライセンスのボクシングに。へえすごい。へえ。でそれでちょっと教えてもらってたっていう感じですね。へえすごい。ガチのやつやん。ガチだね。ガチのやつあんま強くないですよ。えっ手太くないですか？ねっマジでめっちゃ太い。ムキムキやん。ゴリゴリかわいそうになってくる。やばいやばい。めちゃめちゃやばい。あ、違う違う。あ、わかんないか。あ、すごい。病気これ病気かな。すごすぎる。スーツはい、あの僕特注じゃないと入んない。ですよね。そうっすよ。へぇスーツ似合わなそう。やば半端に合いそうですね。大根大根確かに確かに言えてる。うよみんな筋トレとかはしないんですか？しないですね。したしないですね。しないですね。もしあれやったら僕あのパンプアップの仕方で。ここから始まる？パンプアップ講座。筋トレ、あ
筋肉全然つかないですよ。筋肉ある人の方がいいのかな。どうなの、女の子からしたら。いやガリガリが多くないですか。でも結構分かれ、分かりますよね。分かれる、両極端だと思う。そうだよね。そう、うちの店でこの前なんか筋肉を触りたいがためだけに、はい、なんか話もしてない人を場内じゃない指名したっていうのがあって、へえ、あ、すげえっすね。すげえ、それはすごい。筋肉だけですごい、そう、そういう人もいるんだなと思って。あ、他の女の子もやっぱガリガリ派なの。ガリガリムキムキ最高、ガリガリ野郎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 、悪口みたいな急にガリガリ派かと思ったらガリガリ野郎だ急にでもなんか、あ、細マッチョ、そうですね、細マッチョ、細マッチョってさ、どこなの定義は。確かに、いや、わかんないですよ、ね、俺もわかんない。これはもうマッチョじゃないですか。マッチョ、これマッチョなんだね。細マッチョではないんだ。そう、僕でも、本当になんか究極に痩せとった時は体脂肪率 9% やった。いやいや9% これ高いのか低いのかわかんない。いや、めっちゃ低いですね。あ、そうなんだ、はい、アスリート、アスリートですね。アスリート、僕は、まあ、ちょっと10キロ太っちゃったんで。あー、10キロ。いや、すげえ、 9% がそうなんだ。ガリガリ余裕でいけたけど、僕も 10% ちょいですね。10何%。でも、なんか普通に痩せてるんで。なるほどね。この筋肉で 9% って結構すごいですよね。うん、あ、そうなんだ。そうですね、あの、やっぱ男性って、あの、腰の部分の腹筋の横に筋が入るんですよ。はい、あー、はい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 、で、そこ、ここが好きっていう女の人って結構多いんで。あ、そうなんだ。そんなあるんだね。あ、じゃあもう、一回ちょっと CM 挟みます。なるほど、さすがじいさん。いや、違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、次に卒業するの誰かなって。確かに、次に我こそはっていう卒業。お、あ、はい、でも、よけた、よけた、はい、卒業させてください、誰かそういう、今から。そう、それは誰しも思ってる。卒業できそうじゃなくて、今から今から、今から立候補、今からお客さん探して募集するっていう。そうですね、なんかこの間ちょっと何さんだっけなと話した気がするんですけど、半年後もいたら嫌だねみたいな話を、確か、帰り道にちょっと半年ここにいたらちょっと嫌だ、そう、失礼、失礼、またいるよみたいなね、まだいるよみたいな。そうだよね、超重鎮じゃんみたいな。だからね、新しく入ってきてくれた子が先に抜けるのだけ俺がすごい嫌で。いや、きついっすね、確かに。それだけで、本当に俺ナンバー、先月の締め日6と5ですごい争ってたんですけど、もう本当に5だけなら絶対入りたいと思って頑張ったんで。そうですね、先に本当に抜かれるのだけは嫌だなって。そうですね、僕たちもなんか、だっけ、入って短いみたいな、この放送何回目でしたっけ、もう4回目ぐらいでしたっけ。うん、分かんない。そう、そんぐらいですね、確か。多分そんぐらい。なんかもう新人じゃなくなってきましたもんね、この放送。そろ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 もう慣れてきた。もうそろそろダメだな、ちょっとプレッシャーかけてくね。え、大抵半年以内で5入るって感じなんですか。いや、わかんないです。僕がホスト今始めて、
この店7ヶ月うん、まあ、ちょい僕も4ヶ月俺も4ヶ月ですね。はい、案外ね、立ってるんですよね、もう割と早い。この服装始めた時2ヶ月目だったから、うーん、なんか気づいたらね、2ヶ月もうなんか今何ヶ月目でしたっけ。僕ですか。はい、あ、まだ2週間ちょっと。あ、おぉ、じゃあ、じゃあ、1週間大丈夫。そうだね、売れないなら新人でしょ。うん、まあまあまあ、まあ、確かにね、2週間もんだね。ただこの間1週間で、1週間ですって言ってた記憶があるっすね。おぉ、やべえ、聞いてなかったんですよ。聞いてな、割とみんな聞いてないやみんな右から左みたいな聞いてないや自分のことで精一杯なんですよ何を話すかなみたいなことでそう、毎回同じかな。そうだね聞いてないからね基本的に聞いてないから、毎回同じリアクション。みんな聞いてないから、大体来週も聞きますね、今何週間目なんでしょ次3週間目あー、1週間前って言う、あー、1週間前も言ったね毎週毎週、えぇ、ー、毎週毎週言う毎回そうですね、聞いちゃうかもしれないからなるねコメントのね、準備しといてね。そう、始めた話題が出たらコメント見てる人も多分、えーってなるからね。でもそれでも、次の卒業代かな、まあ、本当に卒業したいですね、そろそろ。読めないからね。まあそうだよ、一気にだってお客さん一人掴めだけでも全然やっぱ、うん、そうですね、この世界は、うん、太客と言われるお客さん、逆に切れちゃってね、落ちちゃう、落ちることもあるもんね。ジュースさん、5から落ちたらまた帰ってくるんですよ。戻ってくる、帰ってこないわまた来るんですよね帰ってこないわそういうのあるの、そういうのも看板これずっと落ちたら、落ちたら戻るみたいな結構楽しみになってるこれやだよ、俺来月とかいたらお帰りなさい、卒業したのナンバー6だったんで戻ってきました一番恥ずかしいよ、それ出戻りせえの、戻り制度いいですね、ちょっと。そしたらもうなんか頑張ろうみたいななりますもんね。確かに、常にね。どんだけ出たくないの、この放送に。確かに、プレッシャーすごいね。そう、プレッシャーですね。締め日のプレッシャーやばくなかったですか。締め日すごかった。ゲロ吐きそうになったんですけど、もう酔ってもないのに。本当に、どんだけ飲んでも酔えなくて、まず寝れなかったんですよね、あの日。緊張しすぎて。あ、そうです、そうです。なんかもう、なんであんな緊張したのか分からんけど、緊張してた。はい、その前日はすごい緊張する。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、本当ですか。あ、そうなんですよ、締め日で、初ナンバーかかってる締め日だったんで、ちょっとめちゃくちゃ緊張したんですよ、なんか。で、ひふみくんと俺がもう初ナンバーで。あ、そうですね、そうですね。そうだね。あれなんですよね、営業前にいつもお酒飲んでて、今日は飲んでないんですけど、ストロング飲んでるんですよ。あの日、いくら飲んでも酔えなくて、あの、持ってるんですけど。持ってる、今も持ってる。違うやんけ、それ全然ちゃうやん。なんなのそれ。スピータス持ってんの。スピータス、ちょっと、いや締め日の前の、ちょっとなんか、締め日の30分ぐらい前に飲んだんですけど、全く酔えなくて、これでも酔えなかったんですよ。いや、考えられない。体熱くなるだけで、全然酔えなくて。スピリタスよ。それはやばい。しかも半分ぐらい減ってるしね、これ。それはやばい。飲んでるんですよね、これ。全然飲めない。ちょっと病気かもしれない。病気かもしれない。病気かもしれない。本当に。やばいよ。スピリタスがありえん。アルコール何パーでしたっけあれ？え、96。96%。96？ 96%って。ストロングの比じゃない。比じゃない。ストロング9%なんで。10、もう11？すごいね。やば。除菌で使えるようなやつだよ。あ、もうそうです。デピカジェルとか同じ感じじゃないですか。デピカジェルと同じもの飲んでる。同じ感じですね。なんかあれとか、開けっぱなしにしとくと蒸発しちゃって減るんですよ。うん、そう、アルコールだ。めちゃくちゃですけど、僕、飲んでない時にちょっと開けたまんま、うわ、まずっ、ちょっと舐めたんですけど、うわ、まずってあったの、開けたまんまにいたんですよ。うん、で、まあ、ここら辺まであったやつが、なんか気づいたらここら辺まであったんですよ。誰か飲んだわけでもなくて、全部蒸発しちゃったの。あ、そう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 。やば、すごい考えられないんだ。すごいね、これ。なんか急にヤバいの持ってんね。レベルアップしちゃった、ちょっとストロングが。
レベルアップしすぎだから その上ないっすもん。本当に間を挟まなかった。シモン君いつも飲んでるんですよって言って、後ろ見たらスピリタス。そうね、ちょっと考えられない。本当に歌舞伎町ね、ぶっ飛んでる街だね。そうですね。いろんな人がいるな。あ、そう、火飲んでるみたい。なんか、なんだっけかな、コップがなくて、その時あのスピタスと、スピタスはさすがに現役で飲むわけにいかないんで、コーラと割ってるんですよ、いつも。おー、割ってるんだ。割ってますね。ちょっと、あれ、ビンダとかしたら。そのままビンダになるかと思ってた。まあ、それはやってないんですけど、なんかコーラと割ってるんですけど、その時コップがなくて、わ、じゃあしょうがないと思って、コーラを先に口に含んだ後に、このソロン、ソロンじゃない、スピタスちょっと入れたら、なんか、あれ、初めて来たよ。コーラ冷たいじゃないですか、もうキンキンに冷えたコーラ。コーラ、口に入れて、まあ、スピードする口に入れた瞬間になんか温度めちゃくちゃ上がったんですよ。お湯みたいな。なんかちょっと僕もそれよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ冷たいのが急に熱くなって、スピードを入れると温度変わる。なんか知らんけど、いや温度変わるって変わる。熱いんですよね。アルコール強すぎて、なんなんですかね。ちょっと喉焼けそうだよね。ああ飲むの想像するだけで具合悪くなって。スピードはいらない。そうですね、持ち歩くの。え、あ、そうなんですか。あ、確かに早めにできる。なるほど、確かに。ティッシュ、ティッシュ入れて火つけるだけで完備になる。あ、そうなんですか。なります、なります。危ねえな、危ねえな。危ねえなって自分ですから、自分ですから。今気づいた。こんなん売ってますね。ドンキ、ドンキすごい。あ、ドンキで売ってるの。ドンキ売ってます、普通に。へぇー、今日買わないけど。うん、買わない、絶対買わない。けど割とどうでもいい情報だったから今の。バックの中だよ。すげえな、そうなんだ。あ、もう早いですね。早っ。じゃあ乗り切った潤さん、最後のいきますか。これは MC を、じゃあいいっすか、ちょっともらっちゃって、最後の MC を。最後の MC、 最後の MC 俺が決める。放送終わんのこれ。これ俺引いたらまた来週もとかないよね。あー、卒業できませんみたいな。それあり。あ、え、アムール。アムール、誰？こうさん。これ火曜日の新人 MC になってる。いや、じゃんけんしましょう。ここでちょっと中期ピッチなんで。あ、来た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 。あー、早い。あー、来た来た。対応が早い。やばいやばいやばい。あー、すごいオープンだけど。すごいオープン。おい、誰？ナイトのひふみなんです。やばい。よかった。お願いします。終わりました。これでさよならなんで、バイバイ。じゃあさよなら。さよなら。